高いんじゃない？きっと依存になってるから。これは横に長いんだ。やってもらって。縦でね、こうやって。もうちょっと行くと、通行止めかなんかみたいになってるかな。いや、もうずっと向こうであるわ。さっきのあのトラックの先の方。あれはだから走れない。次は走れるよ。いや、まるちゃんが帰ってきました。だからさ、夏になるとこの辺がタバコ畑。あ、そうなの。うん。タバコ栽培、この辺全部してる。あ、そうだよな。だから JT でタバコなくなって参ってるなんてな。盆地みたいになってるからここへ溜まっちゃったんだよな。周り山に住んでるから。ああ、で雪だか雨だか降ったからな。朝鮮なんか全然してみたいもんなのな。やってやるとしたら役場の近くのところだったね。パトロール隊の当番になってるから。みんなカーテンがします。浜のなるちが届くねよ。あ、なんで後ろね。あ、これでまるちゃん散歩に行っても犬の匂いはありませんでしたね。まるちゃん、はいね、イノシシの匂いがあるかもしれないけど、一人散歩も楽勝でしたね。これじゃ入ってこないかもしれないけどね。この家を住んでますね。あれ、まるちゃんち来ちゃったで、まるちゃん。ありゃ。ここです。まだお家だよ。まるちゃん、お家着きましたよ。じゃあ、まるちゃん。ちょっと待ってて。紐の長いのにしよう、まるちゃん。セコムがあるの。何が？あやちゃん覚えてますか？そうなんです。じゃーん。これはまるちゃんの昔の小屋ですかね。そうそう、前はこっちに置いてあったの。まる、ここで住んでた。まる、覚えてる？自分ち。前に見ましたね、放射能でお前。大変です。だからまるがほら、匂い確認。土の上にあるしたら放射能で危ないんじゃないかって言ってたけどさ、うん、故に今雪やったら大丈夫だって。あ、そっか。いや、危ないんじゃないかって昔お前さんとやってなかった。一緒だもん。これは昔の犬小屋の残骸がありますが。ああ、やっぱり屋根は三角屋根で雪が落ちるようになった。ねえ、チビがいねえか、まる。チビいないね。チビもお前、おじさんチビみたいなとこ行ってた。雪食べてるよ。喉乾いた。久しぶりでしょ、雪食べるのもある。そうだよな、ずっと食ってたんだからな、雪積もると。大丈夫かな。何が大丈夫。まだ美味しい。すごいうまいらしいよ。美味しいか。ねえ、ずっとここに住めてたらよかったにね。放射能なんか降ってくるから。あげくの果てにお前、腹の中に考えてる。楽しい。どう、雪の味思い出した？思い出したか。ああ、ここで住んでたな、まるね。よし、じゃあお母ちゃんのとこ行こうで、まる。あんま引っ張るな、まる。転ぶだろ。引っ張れ、引っ張れ、引っ張れ。帰るよ。え、待って。お母ちゃんと。え、待って。離れて、離れて。よし。せーの。なんか今日の料理忙しいな。たまに乗って。頑張って、頑張って。よし。ほら、ここまでさ。やっぱりなんだかこの辺は大変ですね、放射能の関係で。お、まるちゃんの新しいお家が見えてきました。
ペットと一緒に住んでいいアパートで、行くよ。はい、帰るよ。お家入るよ。はい、ここがお家です。ジャーキー。お、ジャーキーだって。いいね、マジで。こっち。こっち、こっち。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 こおばあちゃんに行く。行って。行って。おばあちゃんに思ってる。おばあちゃんの香りも。次は思い出すわ。やったやないで。偉いな。嬉しい。だからジャーキーもこれくらいのちっちゃいやつだったんですよ。でも、あの硬いのがあるから、中には。注意しないと。お店でこうやってつまんでみて、あ、これやばい、ちょっと変じゃないと口の中腫れてるから痛いんだよ。顔膨らんでてきた。いいね、まだ今日あったかいな、お前。こんなとこで寝られるのも最高だぞ。いいよ、よし、飲みな。何が欲しいの？